はい、皆さんこんにちは。ドクター完熟の小株と申します。よろしくお願いいたします。この動画ではですね、ちょっとシリーズ化しようと思っているんですが、この前先日行われました2023年度ですねの東京都立高校の自考作ではなく共通問題の方の英語の長文問題大問4ですね、それの長文の和訳をしていこうかなと思っております。で、もちろんね、当日受験をした中学3年生はもちろんのことなんですけど、来年受験の中学2年生、再来年受験の中学1年生の皆さんにとってね、どういう長文問題というのが都立高校で出題されるのか、それをね、知っていただきたくて、ちょっとね、中1、中2生には難しいかもしれないんですが、こういうふうに長文って読んでいくんだよっていうことでね、勉強になるかと思いましたので、この動画を撮っていこうと思っております。四角3番はね、ちょっと対話文なので、取るか取らないかはまだ迷っているんですが、四角4番の長文は、一応最初からね、最後の段落まで、しっかり和訳を取っていこうと思います。ではね、前置きはこの辺にしたいところなんですが、一応この動画の見方としてですね、私、一本一本ね、英文の和訳を言っていきます。ポイントになるところはちょっとメモをしながらね、やっていくかもしれないんですが、私が英文和訳をね、言う前に、皆さん、どんなこれね、日本語なんだろう。例えばこのね、1番目の文、これどういう意味なんだろうっていうのを、私が言う前に、まずね、自分で考えてみてください。時にはね、動画止めて、自分で和訳を考えてから、私の言う和訳を聞く。そういうふうに、やっていただければと思います。やっぱね、自分で考えないとね、和訳、読解力っていうのはついてきませんので、しっかりね、訳せるように、まずは自力で考えて、それが正しいかっていうのをね、確認していただければと思います。ではね、1日1段落と思っていたんですが、1段落目やっぱね、例年通り短いので、1と2段落をこの動画ではやっていきたいと思います。ではね、早速和訳をしていきますので、皆さんね、しっかりついてきてください。はい、じゃあね、1文目いきますよ。まずね、Nanami was a first year high school student。 これは別にそんな難しくないですね。 Nanami さんはファーストイヤー、これはまあ第1の学年、1年生なんですね。ハイスクールスチューデントは高校生なので、 Nanami さんは高校1年生だったと、まあ過去時制になってるよね。高校1年生でしたということになっております。次いきます。 One Friday in September。 一回ここで切りましょうか。One はこれはとある、まあ1っていう数字の意味もあるんですが、ワンフライデー、これはね、まあ1、金曜日って意味わかんないので、とある金曜日、で、いつのかっていうと、インセプテンバー、これは何月ですか ?9 月ですね。なので、9月のとある金曜日にっていう意味になります。ここのカンマで切れますね。An exchange student, Grace, came to her school from Canada. 一回ここで切ろっかね、これもね。exchange student はこれ、中がついてますね。エクスチェンジでこれ交換する、交換生徒ってことは、これ交換留学生ってことなんですね。交換留学生のグレイスさんが came to her school、 彼女の学校に来た。この彼女っていうのはナナミさんのことですね。ナナミさんの学校に来たんです。どこから？カナダから。 from Canada、 つまりとある9月の金曜日に交換留学生であるグレイスさんがナナミさんの学校にカナダから来ましたよっていうふうに言ってるわけですね。まだ続いてて、 And she began to stay at Nanami's house。 これここですね。 began to が、これが begin to の過去形で、なんとかし始めたって意味になります。 begin to でね、なんとかし始めるって意味なので、 start to と一緒ですね。なので彼女、これは誰だっけ、グレイスさんですね。グレイスさんはナナミさんの家に、まあ、滞在し始めましたってことになります。まあ、ホームステイをしているわけですね。はい、じゃあね、2段落目いきます。ここちょっと長いですね。 That evening、 まあその夜ぐらいかな、その夜。 evening はまあ夕方から夜ぐらいにかけてってことですね。一回ここで切れて、ナナミ held a welcome party for Grace with her family。 まずね、ナナミさんは、この held は hold の過去形で、 hold はね、パーティーと一緒に
くっつくと、これ開催する、開くって意味になります。なので、その夜、ななみさんは、ウェルカムはこれ歓迎だよね。ウェルカムパーティー、歓迎パーティーを開きました。for Grace。誰のためにか、グレイスさんのためにですね。で、誰と一緒にかっていうと、彼女、これはななみさんですね。の家族と一緒に開いたってことになります。次、before the party。before は大事ですね。なんとかの前って意味です。なので、そのパーティーの前に、ななみ asked her。ななみさんは彼女、これはグレイスさんだね。に尋ねましたって意味になります。何を尋ねたかっていうと、このちょんちょんのところですね。Can you eat sushi? Can はなんとかできますか?できるって意味のその疑問文なので、あなたはできますか? Eat 食べる。あなたは寿司を食べることができるかなってことなんですね。まあ、外国から来てるからね、お寿司食べられますかって聞いてるわけです。ななみ knew that sushi was one of the most famous Japanese foods among people in other countries. 長いですね、これね。まず、一回ここで切ろっか。ななみさんは知っていました。脳の過去形だよね。で、ざっと以下、こっから一番最後までかな、これね、を知っていたって意味になります。で、このざっと以下何かっていうと、寿司は、お寿司は、one of なんとかで、なんとかの一つだね。The most、こう最上級が来てるね。最も、まあ、famous はね、これは有名なって意味かな。なので、最も有名なものの一つ。何のかっていうと、最も有名な、ジャパニーズフーズ、日本食だね。最も有名な日本食のうちの一つだということを知ってたんです。で、どこの間で有名かっていうと、among people in other countries。among は何とかの間でって意味なので、人々の間で。で、どこの人々の間かっていうと、in other countries。other countries はこれ外国ですね。なので、これまとめると、ななみさんは寿司が外国の人々の間で最も有名な日本食であるとのうちの一つであることを知ってたんですという意味になります。次いきます。 Grace said、 グレイスさんは言いました。一回ここで切れるね。で、 She could eat it。 彼女は、グレイスさんだね、それを食べることが、 could は can の過去形、できますよと言いました。つまりグレイスさんはね、お寿司食べることができるんですね。で、次いきます。ななみ did her best to make many kinds of sushi。ここ大事で、do 何々 best。どこに書こうかな。ちょっと狭いね。do 何々 best で、これでベストを尽くすって意味です。全力を尽くすって意味ですね。つまり、ななみさんは全力を尽くしましたよ。何のために、何に全力を尽くしたかというと、to make many kinds of sushi。many kinds of でこれ、多くの種類のって意味。この kinds は種類ね。なので、ななみさんは多くの種類のお寿司を作ることにベストを尽くした、全力を尽くしたわけですね。このグレイスさんのためにね。で、次、at the party、一回ここで切れます。そのパーティーでおいて、そのパーティーで、ななみせいと、ななみさんは言いました。何と言ったかっていうと、I hope that you like this。私は、hope は望むって意味、希望するって意味。で、これまたね、that のここの塊があって、私はこれ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 のことを希望します。で、何を希望するかっていうと、you、これはグレイスさんですね。あなたがね、この、私の作ったお寿司を気に入ってくれるということを望んでます、希望していますよって言ってるわけです。で、まだ続いてて、Please enjoy。 それを楽しんでくださいねって意味です。そしたらね、次、 Grace ate some salad, french fries and some vegetable sushi without raw fish。 ここですね。まず、 Grace さんは ate はこれ eat の過去形で食べましたって意味です。何を食べたかっていうと、サラダ、フレンチフライズっていうのは、これはね、マックのポテトみたいなもんですね。日本でいう、フライドポテトをね、海外ではフレンチフライズと言います。つまり、サラダとか、ポテトとか、サムベジタブル寿司、野菜で作られたお寿司だね。野菜で作られたお寿司は食べた。で、ウィズアウト結構これ大事で、何々なしでって意味。なんと、何をなしでかっていうと、ローはこれね、中がついてて、これね、生のって意味です。ローフィッシュで生のお魚ね、つまりマグロとかね、サーモンとか、そういうのを食べることなしで、
サラダとかフライドポテトとか野菜で作られたお寿司ねは食べたよってことになってます。 But しかし She ate only a little sushi with raw fish。 つまり彼女はこれね、グレイスさんね、しかしながらグレイスさんは食べました。で、オンリーはこれたったのとかほんのとか意味ですね。オンリーだけとかね。アリトルでこれで少し、少量の少しの寿司しか食べなかったんですね。で、どんな寿司かっていうと、ウィズローフィッシュで、これ生の魚でできた寿司ですね。つまり、あの野菜でできたね、寿司とかいろいろこうフライドポテトとかサラダとか食べたんだけど、グレイスさんは生のお魚で作ったね、あの、ナナミさんが一生懸命作ったお寿司はほんの少ししか食べなかったんです、ね、で、この線が引かれてるんだけど、これ問題になってましたね。ナナミ was disappointed to see that。 ナナミさんは、この disappointed っていうのはね、がっかりするって意味になります。ナナミさんがっかりしちゃったんですね。で、それを見て、ざっとその光景を見て、ナナミさんはがっかりしてしまいました。問題ね、ちょっとここに手元にないんですが、おそらくこのざっと何を表しますかってことなんですが、ちゃんと読めてれば難しくないですね。ナナミさんはなんでこれがっかりしたの？ここだよね。グレイスさんが他のものはいっぱい食べたんだけど、生魚でできたお寿司はあんまり食べなかったってことを見てがっかりしたわけですね。なんでもうちゃんと読めてれば答えられますね。はい、次、続きいきます。ナナミ asked her。 ナナミさんはグレイスさんに尋ねました。なんて尋ねたかっていうと、このちょんちょんですね。 How about the sushi with raw fish? How about はこれなんとかどうですか、どうですかって意味なので、生魚でできたお寿司っていうのはどうだったでしょう、どうですか、美味しいかなみたいなね。そしたら She said、 この何さんだっけグレイスさんは言いました。なんて言ったかっていうと、 It's delicious、 それは美味しいですよと言ってくれたんですね。で、なんで食べないんだよって突っ込みたくなるんですけど、はい。でね、after the party、 after はこれはさっきの before の反対語ですね。なんとかの後、知らなかった人はしっかり覚えてください。パーティーの後にナナミ said、 ナナミは言いました。 I'm afraid you didn't eat much sushi with raw fish。 言っちゃったんですね、これね。気づいちゃってるよということなんです。 I'm afraid はこれなんかね、あの、 afraid がね、なんか心配するとかそういう意味ですね。心配する、なんで私心配してるんですよ、なんかちょっとあの気になってるんですよって意味ですね。何を気になってるかっていうと、この You didn't eat、 あなたは食べなかったよねと。たくさんの寿司、しかも何でできた寿司かっていうと、生魚でできた寿司をあんま食べなかったよね、ちょっと心配なんですかねみたいな、そういう意味ですね。そしたらグレイスさん言いました。グレイス said、 グレイスは言いました。I'm sorry about that。 ごめんなさいって言ってますね。 about は何々について、およそ訳って意味もありますが、今回はこれです。そのことについて私は本当にごめんなさいと思ってるとね、グレイスさんは言いました。あのね、ここ線引かれてないですが、ここに線引かれていて、この that って何表すのとかね、都立よくこういうのを聞きますので、ここにもあったよね。だからしっかりこの that が何を表しているかを しっかり押さえておいてください。この何に対してね、グレイスさんは謝っているかっていうと、寿司をね、あの生魚でできた寿司をあまり多く食べられなかったことに対してごめんなさいって言ってるわけですね。そのことを押さえておきましょう。次、グレイス looked sad。 まあ気まずい雰囲気ですよね。一生懸命ナナミさんが作ったお寿司なのに、生魚でできたお寿司だけはグレイスさんは美味しかったと言いつつ食べなかったわけなんですね。気まずい雰囲気、グレイス looked sad、グレイスさんは悲しそうに見えたってことですね。ルックなんとかで、なんとかのように見えるという意味になります。ナナミ wanted to make her happy。 一回ここで切ろうか。make AB でA を B の状態にするって意味になります。メイク作るって意味もあるんですが、 A を B の状態にするっていうね、使い方も結構出てきます。で、want to はね、もうみんなわかるかな、なんとかしたいって意味だよね、そういうの過去形ね。なので、ナナミさんは彼女、これはグレイスさんね、グレイスさんに楽しく幸せになってほしかったんです。だから、so she said to her、 彼女はグレイスさんに、ナナミさんはグレイスさんに言いました。
ハウアバウト、また出てきたね、ハウアバウト、もうこれに出てきてるね、これだね、なんとかするのはどうでしょうと、大事だからもう一回書いておくね、なんとかはどうですか。Going ってこれ ING 系になってるのも大事だからね、なんで ING なのかっていうのはちょっと時間かかるからあんまり言わないんですが、この About っていうのが前置詞なんです。前置詞の後ろっていうのは名詞しか来られないんだけど、 Go ってこれ動詞だよね。で、動詞が名詞化したらここは来れるので Going っていう動名詞の形になってます。How about ING で何とかしてはどうでしょうという意味になりますね。で、何してはどうでしょうって言ってるかっていうと、Going to an amusement park tomorrow、 つまり、明日ね、明日アミューズメントパーク、これ遊園地ですね、ディズニーランドとかの遊園地、明日遊園地に行くのはどうでしょうと、ナナミさんはグレイスさんをね、こう喜ばせたかったんですね。そしたらグレイスさんはね、言いましたと、 That's nice、 素直な人でよかったですね、それは素敵ね、いいですねと、I'd like to do that。ここね、would like to は、ここで出てきた、どこだっけ、これね、want to とほとんど一緒の意味です。これ覚えておきましょうね。何々したい。つまり、それは素敵ね。私はね、そのように、そのようにしたいですよって言ってるわけです。ここも線引かれるのでね、注意してくださいね。そのようにしたいってどのようにしたいの？これアミューズメントパークに行くってことだよね。行きたいってことを言ってるわけです。そしたら、ナナミ was happy to hear that。またざっと出てきたね。連発してますね。ナナミさんはハッピーになりましたよ。それを聞いてね。そのことを聞いてハッピーになりました。よかったですね。丸く収まりそうですね。で、ナナミ 's mother came and said to ナナミ。一回ここで切ろっか。ナナミさんのお母さんが来て、そして言いましたよ。ナナミさんに。何を言ったかっていうのがここから先ね。I think、 一回切ろう、ここで。私はね、思うんだよ。私ってこれお母さんね。お母さん思うんだよね。Grace is tired。 Tired はこれ疲れているって意味だから、Grace さん疲れてるんだとママは思うよと、お母さん思うよっていうことなんですね。なんでかっていうと、まあ到着したその日だったからかな、多分ね。で、パーティーとかもやってね、Grace さん疲れてるんじゃないって。で、 You and sheshould go to bed。 go to bed はこれ寝るって意味なので、で、これは should はすべき、した方がいいよって、そういう意味ですね。なので、あなたとね、グレイスさんはもう寝るべきだよ、寝た方がいいよっていうふうに言ってるわけなんです。はい、ここでね、1段落目と2段落目の英文の解釈が終わりになります。3段落以降ね、どういうふうにこれね、続いていくか、ちょっとね、楽しみな部分ありますね。気まずくなって、で、ディズニーランドじゃないと、なんだ、遊園地に行こうって言ってね、こう、楽しい雰囲気になって、お母さんがそれに水をさしてね、もう早く寝なさいよ、みたいなね、そういうふうに言ってきたような状態ですね。じゃあね、この3段落目、次の3段落目も、この次、シリーズ化して、撮影をしていきますので、皆さんしっかりね、勉強していただければと思います。では、これで失礼いたします。